すみません、少しお風呂に。お晩です。こんばんは。お茶でも飲んでリラックスしな。湯飲み。こんばんは。はい、どうも皆さんこんばんは。センピカ放送局のピカです。本日2本目の2本目というか2枠目の配信でございます。まあ無事にキラ付けが終えて、まあなんか全然噛み合ってない前回の放送だったんですけどね。まあとりあえず今日は今日いっぱいまではちょっと頑張ろうかなと思います。頑張れ。まあしょうがないな。もうまあ所詮ピカの実力はここまでですよ。もうここまでです。まあ言い訳はしたくはないんですけど、まあもうちょっとね平日の配信頻度を増やせばよかったなとは思ってはいます。まあちょっとあまりにも待ちすぎたっていうのが今回の敗因なのかなと思ってはいます。なんかもう負けたような感じなんですけど、多分もう負けてます。出席取ります。BS カカさん、こんばんは、いらっしゃい。で、そして、ムツキさん、いらっしゃい。そして、ジョディ・デップさん、いらっしゃい。で、そして、ケンゴさん、こんばんは、いらっしゃい。まあ、とりあえずですね、あかんかったら、もう潔く諦めるしかないのかなって思ってはいます。まだちょっと、運営から発表はないんで、土曜日土日土曜日日曜日終了だったら、まあもう土曜日に1日で終わらすという前提で、まあ多分金曜日に決着つかなかったらもう諦めようかなってとこですね。まあサムネに、まあ、矢印をつって書いたんですけど、まあ今日いっぱいはあのこうはやろうかなとは思ってはいます。だいぶちょっとまあ午前の放送からだいぶ疲れている感じはしてはいるんですけど、まあもうちょいだけやろう。あら、いいわね。もう多分もう作戦計画概要を若干前回の放送で精神崩壊して、まあまあまあカンコレだけではないんですけどね、カンコレに関わることもちょっとあったはやったんですけど、まあもう配信する意欲がもうほぼほぼない状態で限界すれすれには来ているんですが、まあとりあえずまあキラ付けせっかく終えたし、これだけやっちゃってやっつけ仕事で終わろうかなと思います。今日ははい、行きます。最終作戦海域作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。そっか、ユーバイさんトップは出撃よ違うから従順こうかな。押してまいります。順番も大事なんですけどね。おい、出撃します。出撃よ、しぐれ行くよ。こうかな。観光船か出るわ。いい、観光船はもう負けと思っていただいて大丈夫。あ、ほぼ負けと考えて問題ないかなと思いますよ。作戦要項大丈夫ですよ。 TG フリー3回 TG フリー何回も引いた男なんで、あんな弾き方はねえわと思ったんですけど、もう今更って感じなんで、もうあのそれはもういいです。じゃあ行きますか。ナガト、いい、私も最終作戦開始突入です。ストーンさんいらっしゃい。全枠からありがとうございます。全枠からご来場ありがとうございます。もうだいぶもうピカとしてはもうなんか、いやでもね、俺もまだラス弾一発目だしな、もうちょい頑張る。まあとは言ってもね、まだ20回も出撃してないから、確かにね、確かちょっと確かね、一番沼った時何回やったかな、
なんか20回は軽く超えてた気がする。サボテンさんいらっしゃい。とりあえず配信の続きです。まあ、ツタとは言っても多分22時までには終わらそうかなと思います。ちょっとやっぱり疲れてきた。やっぱり長時間配信はやっぱりダメ、しんどい。ベルテさんいらっしゃい。ここは譲れない。長時間の配信はなマジで危険。こんな観光配信で疲れるのは初めてっていうかな。そもそもとしてやっぱり一番このドキツイ、私はおつかへいで挑戦します。ドキツイ難易度でやってるから、まあ しんどい部分はあるとは思いますよ。まあ難易度下げるのも一つの手だと思いますよ。なかなかドキツイね。わら、まあちょっと、まあ、ニコ生から来られてる方いらっしゃるとは思うんですが、このカンコレ2021年の、 あの春イベントをもって、ニコ生での配信は終了する予定です。ちょっとね、やっぱり同時配信はやっぱりきついんで、スイッチか、なんかちょっと違う、まあ、もしくはあのツイキャスか、違うところでちょっと配信しようかなと思います。そんなこともあるわよね。悪い気はしないわ。時間の参考までに。まあ理由に関しては、詳しい理由はちょっとそれはもうここでは話はしません。もう一身上の都合と思っていただいて差し支えはないです。まあ、ちょっと iPhone11 の iPhone11 Pro 今ちょっとアップデート中です。アップデートしながら今ガルパログインしながら、カンコレ配信ちょっとやってたわけですけどね。もうね、過去のツベとニコ生の再生状況を見てみると、やっぱり全然あの状況が違ってるんで、まあそろそろもう撤退をした方がいいのかなっていうノートもありますけど、まあ2つ目の理由が主なんですけど、それはちょっとあえて話さないでおきます。ヒートノブさんいらっしゃい。私 iPhone ってなんだろう。ちょっとすみません、よく知らないです。第三砲塔を敵やるしかないわね。逃がさないわ。開けるかよ。 iPhone ならわかりますよ。あ、iPhone と広告しました。ニコ生もいてない。やるしかないわね。明日からこのまま空手で行って、腕の加工と仲良くな。本当失礼だな。そう。第一、第二章、戦車、始めます。ギャグを解説しないで。ギャグ解説か。いやー、そうなんのかなーって思ったんですけどね。iPhone、ヤマトが一番です。アンパン。晴れがましいですね。パンパンって、シェンクさんいらっしゃい。お、ということはバイトから帰ってきたんかな。お疲れ様です。まあ許可しちゃおっか。運作中。
あれ風雲さんが修理されてへんかった。あ、やべえ、間違えたかもしんないこれ。1個しか持ってってない疑惑が。まあ変わらんし、いっか。まだ厚化粧とか言うの？ほんと失礼かな。前期爆走。さあ海の木屑となりなさいな。地航空はいい感じ。敵艦捕捉。全機同時に投げ払え。あとは、あとは攻撃戦でタッチがどう出るかやな。あーもうええー、ところやってんけどな。ヤマトさんがさあ TGU だからね。1、2、うわーあーやったー。なんでやねん、マジかよ、マジかよ、やったやったね。コールド勝ち、コールド勝ちです、コールド勝ちです。なんでこった、はぁ、はぁ、マジかよ、なんだかな、なんだかな、海の奥ずつなりなさい。わら、なんだと、これがミスナイク。嘘だろ、おめでとうございます。マジかよ、おめでとうございます。一回で終わってしまった。気持ち悪かった。なにこれ、意味不すぎるわ、最後なんだめ、4桁出たぞ、4桁4桁やって。 S 取りに行くよね。はぁ、これは姫かぶとさんは超大喜びです。これはあれだな、これはあの6、これは動画投稿しておきます後で。嬉しい涙とあまりにも面白すぎて半分笑い死にしそうな感じです。これはすげえな。タッチで4桁、本日の10割。もう今日の放送終了です。胸熱タッチ4桁。やるじゃない。やばい、気持ち悪かったな。ベルデさんが PK ニコに広告しました。でしかもね、今僕も何が起こったかよく知らないんですけど、あっという間な S 勝利でしたね。何が起こったかピカはよく知らないんですけど、とりあえず熱球会が1個切ったでしょ。でその次にあの大坪さんにもとい、あの闇ワシントンさんにドカーンって何段目で飛んだでしょ。その次戦艦世紀に行きませんでした。戦艦世紀いつの間にか撃沈になってたんですけど、何が起こったのかピカよく知らないんですが、とりあえず胸圧で多分あの戦艦世紀ぶっ飛んだんだと思います。マジかよ、こりゃね、あの田中投手やあと、これはあのタカさんやあのゴルゴさんも、杉谷さんも驚きですわ。マジか、開かれたぞ、こじ開けたぞ、嘘やろ、これこじ開けたぞ。じゃあ時間あるからちょっとギミックやろうか。ごめんなさいね、ごめんなさいね、ちょっと出席取りますね、出席取りますね。出席取ります。川島さん、そしてマザーフレッチャーさん、東海さん、おみこのゆうさめさんと、ちちぽぽさん、こんばんはいらっしゃい。改めて、ご来場ありがとうございます。いやー。本当にありがとうございます。皆さんのおかげですよ。提督、ありがとう。補給。あんな今まであんななかったです。
あんなチンジン見たことないです。皆さん、ちょっとですね、どうしようかな。ジョン・カビラです。福引きポイントで広告出そうと思ってポチポチやってるうちに終わった。おめでとうございます。いいわよ、お姉さんがやってあげる。信ずればないって、私のおかげ、そういうことなのかな。いや、違うな。本当に苦難複問ですよ、これは。これこそ本当大変な状態の中から、もうオツに下げようか下げようかって、でももう諦めずに粘れた結果だと思います。ということで、どうしよう、終わろうかな。とりあえずこれ、ごめんなさい、一回配信切っていいですか。配信切って、次枠も、次枠でちょっと放送し、ちょっとあのあれですね、セカンドと、なんだっけ、ギミックでちょっとあの枠分けさせてください。ごめんなさい、一旦配信切ります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。一応、23時前までの予定だったんですが、ちょっと時間があるんで、ギミックのちょっと作戦を練って、ちょっとそこら辺を半分ぐらいまで進めたいと思います。一旦お疲れ様でした。お疲れ。グレカーレ、マエストラーレ。